ちなみに今、今日の腕時計何はめてますかっていうコメントがありましたけども、何を。あ、今日はこれあれだか、あれだ、ブレーゲのあれですね、名前忘れちゃって、クラシックの、すごい、かっこいい。初代ブレーゲがフランス革命後にススクリプションという時計を作ったんですよ。それはもう昔はほら受注生産だったじゃないですか。それが市民革命が起きた後、一般市民に販路を拡大していかなきゃいけないっていうんで、なんか前金制度で時計を作るっていうのを一般市民向けに始めたんですよ。そのススクリプションのメカニズムをちょっと腕時計っぽくアレンジしたやつなんですよ。でここに結構初代ブレーゲの発明のいくつかが入ってるんですよ。パラシュートサスペンションとかそういうね、それが面白くて買ったんだけど、時間が見にくくてしょうがないんですちっちゃくて。ここだけなんだ。うん、ここだけなんだ。で今のね、この同じモデルね、もうちょっとでかくなってるよ、文字盤が。これ一番最初のやつで、見にくくてしょうがねえよって、メカしか見えないよって、ススクリプションのメカ見るにはいいんだよ。パラシュートサスペンションって何ですかって言ったら、これですって言って見せてるしね。ブレゲってどれですかって、これですって。ちょっと時計に関してもね、結構リクエストは来てる。いや、みんなね、リクエストしてくださいますけど、実際時計の話は始めたらみんな聞くもん知ってるもん、俺誰もついてきてくれないんだもん、結局もうずいぶんそれでひどい目に遭ってんだもん。ひどい目に遭ってます。みんなさ、一応聞いてくるんだけどさ、話し始めるとさ、途中から聞いてないんだよ、もうダメかもしれないですね。五郎さんと同じレベルの人が隣とかにいた方がいいのかもしれないですね。僕らだと理解できないもん、ね、できないですね。平しか言えない。いや、そんなにね、難しい話じゃないんだよ。もうこれは時計の仲間で集まるときによく言ってんだけど、決して難しい話はしてないと、我々。なのに、もう誰もついてきてくれないのはね、そもそも興味がないってことなんじゃないかと。なんかあれでしたよ、セイコーミュージアム の、あの方も、五郎さんも本当に知識がすごすぎて、なんか自分たちもびっくりするっておっしゃってました。セイコーミュージアムの人にすら惹かれちゃうからそれは確かに五郎さんの特殊な。いやいや、違うんだよ